は気づかないないふりをして目をそらした。知らない間によろしくお願いします。お願いします。お願いします。はい、1曲目にお届けした曲は、ウルさんでラブソングという曲でした。はい、我々リリーなんですけれども、先ほどご紹介にもあった通り、今日 BEP のライブに出るのが初というところで、はい、結成自体はもう3年ぐらい前に結成してたんですけれども、ね、ライブ自体もそう2年前のね、渋赤に出て以来2年ぶりぐらいということで、とても緊張しているんですけれども、はい、ありがとうございます。で、メンバーもですね、ちょっと6人いるんですけど、ちょっと初期メンバー3人ぐらいしかいなくて、そう、いろいろちょっといろいろあって辞めた人もいるんですけど、まあ、新しく入ってきてくれた人たちと一緒に仲良くやってますから、ね、これからも一緒に仲良くはないですよね。そう、はい、これからもね、仲はちょっと怖い。はい、ということなんで、これからも皆さんよろしくお願いします。はい、これで最後の曲いきたいと思います。はい、では最後の曲お聴きください。スキマスイッチさんで僕の音。耳を澄ますと確かに聞こえる雨の音、思いを綴る男、ここに座って言葉探してる。考えて書いてつまずいて消したら元通り、12時間経って並べたもんは紙くずだった。Oh,
感情は膨れてゆくだけ吐き出すことをできずに今僕の中にある言葉のかけら喉の奥鋭く手突き刺さる綺麗じゃなくて ありがとうございました。